消えたね。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。誰しもいつか故郷に戻る時が来て、過去と向き合うのだ。俺らの町、敵に囲まれてるね。槍川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ。壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら、槍川の民が殺されます。タカ、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはずだ。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか。それはいけません。そうだね、勝ち目は薄い。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが、陣立てを抜ける手はないか。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策。残っているかもわからない隠れ道のために、見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか。離れるでないぞ。もちろんです。行こう。槍川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱには槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。やるんですね。走れるな。行こう。槍川なんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱには槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。やるんですね。走れるな。ここ
始めましょう。おい、武道君、ハルタ。おい。Эт эннэс мутар чадхгүй залуурсан ойр бай. Ой, өнөөг их чи хардаа. Логи. You are some people. Iko. Yarika wa nanka de inochi o kakeru koto ni naru to wa ne. Iidashita no wa onushi da. Buu-kun ga hisyou nan da yo. Hayaku shima o detai kara ne. Ii machi datta na.小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ。だから殺すか。俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。Son das von Volkopjil. No! No! No boy, bunu gitse harda. Bir beşvec. Te darva atve. Müreden de darva. Bugo samara için nol sultan ben. Sumun horu çıkıştı. Barçıla, barçı. Sumun zifsik bir. Samara!行こう。やりかはなんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ。やりかはひどいとこだったよ。だから去ったのか。俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。男ちとべ왔음 말고 때 이거 좋아지면 뛰쇼. 本当に やるんですね. 走れるな. Ну как ты, Харта? А! А ты спери?
行こう。槍川なんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ、槍川はひどいとこだったよ。だからさ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。本当にやるんですね。走れるな。走れない。川までついていくんだ。もう片方は地頭の配下。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。これは使えるね。兵糧を溜め込んでおったのか。町に入ったら私が話す。そうしてもらおう。何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか。いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった。野党じゃない、クロード様だ。クロードだと。宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ。直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家は叔父上が追放したはず。影じゃ未だに槍川が
のさばってる。ランは沈められても志村家を恨む奴らがその度に追われるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか。何やら騒がしいが。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ。お願い、やめて。アンマルメン、槍川の民よ、我が名は手もげ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば情けをかけよう。さもなくば己らに無ごたらし死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったな。行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない。やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくは遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあの九郎殿の正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この酒井の一味さ。クロードのね、囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。高を探そう。本田のおなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら本場だ。高は毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがある時は親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えた。代替わりして親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやん。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。誠の戦いを見せてやるか。あんたが使わせて。
鶴ごとくに登るれば、大きの餌さえ際を知りけり。
何かご入り用でしょうか。それで猛虎を倒してください。道中のご無事をお祈りして。刀鍛冶をお探しですか。助かった。どんな鎧でも扱います。これで安全です。ご一族があんな目に遭われてご無事でいらっしゃるといいけど。
よし、かけ。Barçıla!
まえ。
хийсэн хүнийг нь олж ир. Энэ тэр самурай бодтой. Хэртэн байгаа юу? Юм алга. Явчих хэнд байна? Хан. これで敵を釣り出せる。山の敵を張るぞ。天張る。こいつは。そばだ。水出しちゃえ。ノーク。セレブステーバー。やっぱり自分ちゃんと置いて。あっちだとする。ああ。ああ。絶対だろ。よむあるか。おっさん、デルチメン。セレブステーバー。あっちだとするボール。Ухтэл холлогно. Тэндвэн, хан. Энэ хавас харуулт байсан. ずつ捕まえる。あっち。逃げたんだろうな。Thank you.
しょう。Harta! ふぬけばかりか。
し。ジン、ユナ、槍川におるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった？蒙古の百戸長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して、手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは？イチっていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか？いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何の御用で？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる。宿の世話人だ。知っておるか？誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。侍！ユナ、イチ、生きてたんだ。何用なのさ？助けに来たんだよ。私を死なす気かい？せっかく蒙古どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる？まさか奴らに仕えてるの？
死にたくないんだ。どうして戦わないのさ。私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか。誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何か分かった。イチ曰くアルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば。アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟知っておるのだろう。イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。だね、まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる。私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ。ずっと昔さ。どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。七蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、大蔵の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。
行こうか。どうしてこんな見せしめだ。逃亡を図る者らへの。ワムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上は。もうやだ。戻りたくない。死はせぬ。待っておれ。俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカト。私たちが受けた傷。水をくれと言っただけで、わけもなく殺された全ての下人のために。そして私のためにも。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び、寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。行ってジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。手早く働き。もう子供が腹を鳴らして待ってるんだぜ。これ以上飯の支度が遅れたら他のもんを食わせない。チズって呼んだ覚えてるか。あいつはだが、あれだけの肉は誰の腹の中に行ったんだろう。首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。残り二人か。兵がいるんだ。街道を全て抑えれば。これまでの罪の報いだ。あと一人だ。ネギヨンハッシンタ。Huge wish wish. Да.
でもメソメソ泣きやがって。てめえは犬か。畜生なら何されても文句はないよ。どうしてほしい？人思いに殺してやろうか。それじゃあ甘すぎるよな。うん、そうだ、アルタにやろう。死ぬまで泣くことになる。地獄に落ちよ、この首もらうぞ。で最後ユナの元へ戻るとするか。殺さないで、どうか。故障ですから。今少しだけ辛抱してくれ。終わったの？下人はもう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し、気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。Katsar harar şul gilgiş. Aşkın medik tekerekte. Aytıra, İçimoksan'ı nigete ittane. Arutan'ı şiraseru daro. Mou hitori iru na. Mina o, şiurak ni saratte kita otoko. Kuro inu. Naraba kiru made, Arutan'ı içimi wa ikashite oken. Kitto kuro inu wa umi zoi ni iru. Aitsu no yae ga aru nda. Soko de ao.
それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか。ああ、そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこにおる。この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった。でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り、引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。行こう。猛虎だ。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。
생존 바이노다. 行くぞ。 見知った地なのか。槍川を出た後、タカと来たんだ。かくまってもらえ。信じてね。いざ勝負。 ほら、小舟に乗るよ。急いで。どこに行った。猛虎の悲鳴で呼び出す。 何か思い違いをしておるな。すべてアルタンの命だ。 子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟のタカを捕らえて、ホムシの集落に撃ったじゃないか。タカ、あれは可愛い子だったな。俺の記憶では、お前があいつを差し出したんだぞ。知っていれば。ユナ、お主が切れ。 怪我はないか。早く船を降りて。燃やそう。アルタンも我らのことに気づき動かざるを得まい。ジン、黒犬が言ってたこと本当なんだ。 何だと。あいつとは大綱で会って、飯と寝床をやるって言われたから、タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って。
バカは起きなかったけど、私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻る。後で会おう。加減はせんぞ。家族が皆殺しにされました。気の毒に。どこで襲われた。四つ辻です。通る者は捕らえられ、下人にならない弱い者は切り捨てられました。俺が仇を討とう。家族を弔ってやれ。家族が案じています。
し。何事だ。アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。クシの境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こう。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には仮があるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。仮ではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して、一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。なぜ助けなかったのだ。あの時は子供だよ。殺されるのはオチだ。化け物に立ち向かい勝つ子供もおるぞ。私はあの日から毎日のように悔やんでる。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すらわからんぞ。どこかに隠れてるかもね。おい、ウドケクチャハルタ、ハン。
El mundo va a estar la... アルタン、いつまで逃げて回るつもりだ。ジル、誰か来る。あいつだ。アルタン、手下を引き連れやがって。アルタ、数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうした。クロードとなって殺してもいいというのか。竜像がこちらに着いたのもよくわかるわ。黙れ。ザレ事はしまいだ。お前も生き残るのに必死なのです。
てはなぜそうも同類を毛嫌いする。これは平和のために人を殺す。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見る？ただの化け物。あんたらはよくやったと思うよ。さよなら、ユナ。イチの言葉は気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らはいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。